んじゃないんだよ。お前が近づくんだよ。近づきながら腕を曲げるってやつを。3、4、5、6、7、8、9、10、15、15。だめを回します。いや、お風呂入ってるじゃん。今朝だろうな。昨日は寝ちゃったろうな。こう変えるんだよ。こうじゃないんだよ。相手に入ったりするんだよ。2、3、4、5、6、7、こうじゃない。わかりますか？こうじゃダメなんです。こういくんです。この人をここに留めたまんま引くんです。あ、本当だ。これじゃダメなんです。これパーツ。これじゃダメ。はい、いい。釣りながら打って引かない引かない釣り抜け、そうそうそう、そのみたいな腰を引き寄ってます、そうそう、そして障害物が抜かれる、そう、し、釣る、5、6、7、まあ体も危ない、腰で抜け、ケツがはみ出てるじゃん。なんで縛れない。前持ってろよ。
くらい下がるんだよ。相手が耐えてくるから。あっ、引っ張ってたよ、これを。これをやって押さえて、ね、自分の下に倒れないように。これで引っ張るの、自分の体でこれで支えるの。近づきすぎて全然もう無理無理して引っ張るんで、こっち出す。そうです、そうです、相手が引っ張ってくるから。今日終わったら前髪切って。なに昼間来ねえんだよ。やっぱりなんか柔道になると前髪めっちゃ下がるなって思っちゃう。引かない通りゃんせ通りゃんせ、ここ通すつもりのように。で、ボンで、前に引かない。まあ、倒れないとしてね、後ろ下がっちゃう。跳ね上げる腕を、まだ一歩出る前のこうって感じ。
30分でしょ。でもその時はウォーミングアップだったじゃん。
これはさらに心でね、この足を注意して、それを後半、逆、そうそう、そういうふうにいくか、ああ、動かしてねえじゃん、こう。あっ、あっ、あっ、パワー見てるだけだから、こう、そう、その先を。つま先を中心にしてかかとをこっちに向けたら、ちゃんと踏んでて、クロン、そう、クロン、そう、クロン、そんなに動かない。これやります。押してねえじゃんけ。わあ、少し出るんだ。押しながら相手に押し返してくるとこかつぐ、そう、どうしよった。それでやられたんだろ、周囲に座らない、そのまま前に倒れ込んで座らない、もう入った瞬間の広がり方だけ、足しっかり、じっ、あっ